わーって言ったらワン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 って。ちょっと待ってて。そうなの。本当に。寝てない寝てない、ずっといい子に待ってたの。なのになんかチェックしたら不在でしたみたいななってて、ピンポン壊れてんのかと思ってさっき確認したんだけど、やっぱ壊れてなくて、でまたこの時間に再配達を頼んでて、もしかしたらこの時間しか再配達できなくて、そう今いい子に待ってる状態2なんだけど、はい、ということでですね、今日は何をするかっていうと、だって住所入ってない、入ってないから、あーやでもよし、はっ、待って、住所ないよね、住所確認おばさん、そんなことするの、なんでいても不在にしちゃうの？なんでなの？なんでいるのに？今日入らないと今日来いか。なんで？だって家に持ってんのにさ、メリットなくない？だってまた、配達員さんまた来なきゃって、来たがり？家来たがりか？ピンポンしたがりか？二度手間だよね。なっちゃうな。あ、うまく取れません。開いた。加湿器倒すことだった。はい、今日はなんとリングライトが届いたので、リングライトを組み立てていきたいと思います。なんかまつげが目に入っていたい。はい、なんか私もなんかどれくらいのなんか何インチみたいな、なんかどれくらいの買えばいいのか分かんなくて、そうなの、これが多分手挟みそう、これが多分これで出来上がってんの、これ以上伸びないの、あんた伸びないのか、これが多分足。おっ、
おお伸びるんだね。まあ、一回伸ばしてもあれなの。一回。あっ。一回閉じます。で、このテープ多いな。壊さないよ。安心して。おお。なんかコンセントとこれがなんかあれだな、なんかあれでこれがコンセント。でこれはなんかリングライトの間に携帯を挟めるみたいな。あ、やっぱこれ入ってたんだ。あ、違うな。みたいなやつで、で、これが単なんとか電池がいりますな。アダプターがいるのね。なんか今のところ説明書は入ってないんですけど、どこかで巡り合えるのでしょうか。これはここですか？違います。あ、なんかでもこれはネジだな。これは絶対取るやつだな。ここになんかはめんのかな。ってことはやっぱりこれはここだな。説明書見る気ないじゃないんだって。やっぱこれもうちょっと伸びんのかな。あ、これいいのかな。立ったね。入ってないんだよ。ごめん、あったわあった。 Oh my god 全部英語。で、この中が多分ライトなのかな。パパパパパパーン。あれあれ、あ、え、待って、やっぱりさ、持ったんだけど、なんだけどこれどうやって刺すんだろう。やっぱこれ違うのかな。これ間違えたのかな。これスマホは刺すのよ。そうしたら、ちょっとわかんないので、わかんない、パワージャック、 あこれか。これはここにアダプターをここに挿すらしい。でコンセントはこうらしい。こんなもんは分かんないよ、私だって。んね、スマホは
どうやって置くのっていう話なのよ。え？あ、これだって。いけたかも。なんか絵で。で、この四角いのをここに当て込んで、挟むらしい。あ、できた。これ横向かないんすかね。あ、こうやって横向にするとか。これは良さげすぎる。で、ここら辺にコンセントなかったっけ？あ、あれでいい。ちょっと使ってみちゃう？いや、なんかリングライトってでもなんか結構使ってる子多いらしいよ。なんか私がこんななんか大掛かりなことしてるばかりにというか、裏のことをしてるばかりに、なんか私がなんかすごいなんかねえ、なんかいろいろしてる感じになっちゃってるけど、あ、なんか倒した、倒してなかった。携帯を外して、オン。今回わかんないけどね、なんかこれかついすごい、なんかで便利、帰ってきたとこのらしいみたい。あ、やっぱりそうなんだ、カメラの、そうそうそう、なんかそうなので、リングライトもたくさん取り扱ってて、例えば今こういうさ、若者がこうやってリモートでしたりするから、このさ、スマホもついてたりとか、すごいなんか、うん、発展してるというか、すごいなんかね、たくさん種類もあって、私はこれどうやってやるんだろう。リモコンの使い方が分かんなくて、なんでかってあのゲーム配信とかもするように買ったのね。だからあのだからリモートってかリモコン付きの方、リモコンなしのやつもあるんだけど、だからリモコン付きにしたんですけど、リモコンの使い方がちょっと英語もあって意味が分かんないんだよね。なんだこれ。全くもって分からん。チャンネル。チャンネルってなんだ？固定できることなのかな？こうやって明るさも変えれるみたいなんだけど、眩しいのよ。うん、
これが多分白系の色、白系の色がこっちですね多分。でこれを下げれば暗くなるのか。あ、こういうことか。うん、うん、いやでもすごいなんか嫌な自分にあるなんかアラをこう光で飛ばしてくれてる感じする。うん、本当すごいものに出会ってしまった。すごーい、アラだらけだよ。すごーい、うん、光で。でも私はこのこっち側の色の方が好きかも。でも白の方がいいのか。あ、これぐらいがいいかな。うん、すごいリングライト、うん、すごい、なんかすごいじゃん。うん、すごい。商品名わかんない英語商品名わかんないんだよな、そう言われても。うんそう、でもリモコンの使い方がよくわかんないから、なんか送信みたいなのがあればいいんだけどさ。チャンネル1にすればいいのか。チャンネル1、あ、できたわ。できた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 。なるほどね。できた。もうこのリングライトは私のものだな。意味が分かった。なんか、うん、分かった。説明書全く分かんなかったんだけど、触ったらできた。はい。いやー、すごい。なんか。もうちょっと時間かかるのかと思ったんだけど、組み立てもさ結構簡単だったよね。あのグリーンバックもなんやかんやいけちゃったし、うんそうだね、いけちゃった。メイク薄くて、逆にこれメイク薄いとバレんのかな。タワー着てる、ほんとだ。じゃあちょっと記念すべきこの感じで変えちゃっていいですか。ちょっと待って待ってね、ボード持ってくる。よいしょ。よいしょ。すごーい。確かに。でもいけんじゃない。今日はちょっとお仕事がこの後あるからちゃんとしてたんだけど、でもこれみんな疲れない？大丈夫？なんかすごい明るいけど、みんなは疲れてない？大丈夫かな？
なんか私は割とまあ慣れたかな目が。うん。これ誰がタワーくれたんだろう。そう、なんかもしあれだったらスマホで調整してもらってコメント見えるよ。オッケー、すごーい。今日何日だっけ？今日25か。今日は合宿オーディションから5周年らしい。はい、ふうずさん、タワーありがとう。アイラブあゆたろちゃん、初キラキラあゆたろちゃんだよって書きました。イエーイ、キラキラあ、祝ってくれた。そう、今日でアイドル5年生です。はい、ピカピカのキラキラの。そうなんですよ、今日はアイドル5周年の日。イエーイ、ありがとうございます。ベテランなの5年生って。ベテランか。でもあっという間って言うよね。うん、そう、なんかやっぱそのアイドルってさ、まあ、NGT48 グループってさ、なんかいろんなお披露目があったりして、なんかどこが何年目だからかわかんないんだけど、でも一応あのアイドル、まあ、今日はオーディションからだから、うん、そうだな、そうそう。でも今日は結構、まあ、大事な日かなと思ってますね。うん、ちょうど5年前の今日、もう受かった後くらいかな。で帰って、多分向こうもうちょいしたらパパに、あ、なんか受かったみたいなあ、なんか NGT になっちゃったみたいな感じで報告してたと思うあ、そう、なんか、あ、なんかみたいな、うん、パパには事後報告でしたね。ママは最初からだけど、うん、そうだなパパ喜んでたねさらっと、なんか、なんていうかね、実はみたいなとかではなかったよ、うん、そうそう。今何時だろう。ここにいると時間が見えなくなっちゃったな。そろそろ、やばい、ワンワン言ってる、ちょっとうるさくてごめんねあ、そう、私7番じゃなったんだよね。オーディションの話はミナ、モエカタン、私だったと思う。みんな萌えかたん、私だね、うん、5番6番7番でしたうん、でそこで喋ってたのかな、かな、みんなと萌えかたんとずっと喋ってた、うん、よ。で連番だったね。でなんか喋ってた2人が
すっごい前の方のその真ん中を割ってたから、うわっ、えっすげえと思って、うん、うわやばいと思って、なんかなっなんていうのかな、アイドルってまあなるまでも難しいけど、なった後の方がもう数億倍大変、難しい。でもう入った受かった数分後に思ったね。だってもうこう喋なんていうのかな、うん、わあと思った。そうだね。だってそれまではなんとかちゃんの方が、違う、なんとかちゃん、なんて言うんだかな、わかんないんだけど、絶対受かるよ、だって可愛いもん、絶対受かるよ、私絶対落ちちゃうみたいなのをみなともえかちゃんと話してたんだよ、もう。すごい新潟県民みたいな、ね、県民性出てるけど、もう。なんだけど、もうその数分後にもうなんか出てるわけよ、なんていうのかな、もう差が生まれてって、わあって思った、わあって思ったのと、わ待って、私よかったみたいなのの、もう入り混じってた。うん、なあって思います。なんかちょっと待ってね、ドア閉めてくる。ピンポンが分かるようにちょっとドア開けてたんだけど、ちょっと、そう、複雑だったね。高校2年生になって、うん、あ、競争っていうかこうライバルってじゃないけど、なんかこういうことなんだっていうのを思いましたね。アイドル入って大変っていうのはこういうことなんだっていうふうに思って、うん、難しかったなっていうか、現実的になったっていうか、厳しいなって思った記憶があります。まあ今は全然そんなのにも慣れてないけど、慣れないし、なんかもうちょっと自分の中でもこれはしょうがないことだ、仕方のないことだ、だから次頑張ろう、今はこういうの我慢する時なんだって飲み込める、まあ初期に比べたら飲み込めるようにはなったんだけど、でもやっぱりこうでもなんか飲み込むにもやっぱりその時間はいるし、なんかね、私、うん、なんていうかな、まだまだ成長できてないというか、うん、なかなか整理がつかない。本当はこうした方がこう自分でこう飲み込んだ方が楽になれるのに、なかなか飲み込めなくて、こうまだまだこう、うん、なんていうのかな、苦労じゃないけどこうもっとね、えなんて言えばいいかな、こう自分の中で整理がつけれたらいいんだけど、そう、なんかやっぱそのみんな、私は本当に嫌なんだけど負けず嫌いが出てあんまりそうなんかこう飲み込めないことも多くて困っ、なんて今は昔よりはだいぶそれがなくなったけど、なんか研究生のなる前とか研究生になった後とか昇格するまでとかは結構なんか自分のその考え方でなんか自分で自分を苦しめてたなーって思います。多分今もだけどなかなかそれは治らないけど、治れないっていうけどか、うん、けどまあそんなことがあったなーって優しい、負けず嫌いがあったから切り開いたもの、そうかな、わかんないんだけどね。そう、オーディションから5年だとね、そうなんだよ、
自己分析、いや全然自己分析できなかったんだけど、なんか最近っていうか最近でもないけど、なんかまあ、自分も、まあ、年を重ねたのとか、なんかいろんな人を見ていろんな人の意見をなんかこう聞くようになってから結構変わったかなって思います。なんか、まあ、先輩とか、まあ、同期とか後輩、なんかいろんなもので刺激を受けて、なんかなんていうかな、ちょっと変わった気がするけど、そんな変わってない気もする5年っていう長い期間で見たら変わったとは思うんだけど、ここ最近どうだろうな、まあ、それこそ見てくれてるみんなが分かってくれてるとは思うんだけど、変わってないとこなんて腐るほどいっぱいあるし難しいね ピアスがすごく増えた。そうだね、なんかまあ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 、こうそれについてはなんて言おうか、ピアスについてはかわいいでしょピアスね、増えちゃったそうね、まあでもありがとう結論かわいい、ありがとうそうだねそう、見た目も変わったね、確かに5年間で見た目すっごい変わったなーって思います。なんか顔が痩せたっていうか、まあ大人になったが正しいかなって思う。高校生ってやっぱりなんか顔の肉がつきやすくて、で53分やったら教えて時計が見えなくてさ、でここにさ、すっごい高校生ってなんかこうなんかこうすごいここに肉がつきやすいらしいんだよ。でまあ大人になったからだと思うんだけど、まず顔の肉がなんかすっきりした。すごい研究生時代の時とか高校生なんだけど、なんかねそこら辺の公園とか見てもらったらねわかると思う。なんかであとまあ髪を切ったくらいかな。結構見た目は変わったなーって思います。何にもしてないんだけどねショートね、確かに最初はもうこんなだったから、そうなんだよかなくらいかな。髪切った理由ってみんな知ってるっけ、知らんけ、言ったことあったかな。なんかすごいセミナー行ってるんだけど、あ知らない、あじゃあいいや、いやなんでもない、いつか話すわ、いつか、いつかいや大したことじゃない、大したことじゃないから、いつか話す、いや大したことじゃないんだよ、大したことじゃないけどこれ言ったことあったかなと思って
まあでもどんどん切ってったんだけど、それ全然ね、全然どうでもいいこと、どうでもいいか、どうでもいい、どうでもいいよ。うん、最初にロングからこれぐらいに切った時、これぐらいか、これぐらいか、わかんないんだけど。あ、53分ありがとう、教えてくれて。ということでですね、時間も来てしまったので終わろうかなと思います。はい、見てくれたみんなありがとう。そしてこうじゃない、こうじゃないって教えてくれたみんなありがとう。私はお仕事行ってきたいと思います。このリングライトとともに頑張っていきたいと思います。では最後のランキングを発表します。今日は3位ハッハン、2位ヘッハハン、1位フェミナさんでした。ありがとう。パパ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 パ。はい、ぜひ気になってくれた方はこのショールーム、私のルームのフォローをしてくれたら嬉しいです。ピンクのハートにしてね。 Twitter と Instagram のフォローもしてね。以上、あゆたろうこと中村あゆかでした。今日は夜22時からオープンレックの配信をします。よかったら遊びに来てください。バイバーイ。